A year away from the opening ceremony of the Tokyo Olympics, the Tokyo Organizing Committee hosted many events around the city to mark the one-year milestone. Among the many activities was the Let's 55 Go-Go, a program aimed at giving the public an opportunity to experience 55 Olympic and Paralympic sports. Local shuttlers Kenta Nishimoto and Sayaka Takahashi were invited to experience this special event and to share their excitement with their passionate compatriots. 今日はそうですね、まあ、あのオリンピックのたくさんの種目をこう生で見たり少し体験したりすることができて、まあ、貴重な経験になりました。なんかいろんなスポーツをこう見たりするのってあまりそういう機会がないので、本当にこういろんなスポーツを知れて今日はすごい自分のためにもなりましたし、やっぱりこうオリンピックが1年後に開催されるっていう実感も湧いてきたので、やっぱりこうまあ、今はこうまだ1年後なんですけど、オリンピックに向けてまずは出場権を獲得できるようにしたいっていう気持ちがさらに強くなりました。そうですね、まあ、すごい嬉しい気持ちとこう、まあ、ワクワクという気持ちもありますけど、まあ、本当に、まあ、自分はバドミントンが種目としてしっかり出場できるように、まあ、こうこれ以上のというかもっとすごい人のこう大歓声であったりこう応援っていうのがあると思うので、まあ、そういうのを背に頑張りたいなと思います。ファンの方々だったりそういう人とこう話す機会とかこう触れ合う機会ってなかなかないと思うので、本当に今日はすごい貴重な時間をこう体験できましたし、やっぱりこうファンの皆さんにこう応援してくださることによって自分の力になるので、本当にさらに頑張ろうっていう気持ちになれました。やっぱり嬉しいですし、特にお子さん方だと、まあ、やっぱり自分が夢を与えてもらったように、まあ、逆に自分が次は夢を与えられる選手になれるように頑張りたいなと思います。まあ、正直そのオリンピックっていうのは4年に1回で特別な大会ではあるんですけど、私にとってはこう、まあ、毎回の試合が特別な大会なので、本当にまあ、オリンピックを見すぎずにまずは目の前のことをしっかりして、その後にオリンピックが見えてくると思うので。そうですね、東京オリンピックでのメダルは自分の目標なので、まあ、それを達成できるようにまずはしっかり出場権取れるように頑張りたいなと思います。